J1 の名古屋グランパスは24日、セレッソ大阪から FW、谷陽一郎と DF、木本京成を完全移籍で獲得した、と発表した。両クラブの公式サイトで伝えれている。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでも、こでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、C 大阪、伝統の背番号8を背負う FW が名古屋へ移籍となった。柿谷は、C 大阪のクラブ公式サイトを通じて、2016、昇格に向けた最後のプレーオフ、絶対昇格すんだと、選手、スタッフ、サポーターがあれほど1になった試合は、生涯忘れません。僕のセレ、人生一番思い出に残っている試合です。そこ、ラインさんと共に、カップ戦を制し、ロティーナ、トクと安定した戦いができるチームに成長し、行く、仲間たちと過ごした時間は、素晴らしい財になりました。そして、何より、背番号8をつけ、戦う嬉しさ、楽しさ、辛さ、すべてが、かけがえの鋳物になりました。チームを離れますが、サッカー選手、柿谷陽一郎を応援してもらえると、C です。長い間、本当にお世話になりました。コメントしている。現在27歳の木本は2016年に福岡、学から、C 大阪に入団。木本は、C 大阪のクラブ公式、意図を通じて、この決断に対して色々な意見が、ると思いますが、自分の選んだ道を信じて頑っていきたいと思います。最後になりますが、の決断は、数ヶ月前にしていました。だからこ、どんな状況でもチームのために、そしてセレ、ソ大阪を天皇杯優勝、ACL 出場させる、と、強い思い、持って戦いましたが、何も残すことができ、チームを去ることを本当に申し訳なく思、います。5年間ありがとうございました、などと、メントしている、りょう。Thank you.